さまざまな昆虫と触れ合える柏原市昆虫館では、日本の国鳥大紫の羽化がピークを迎えています。昆虫館の大紫ハウスには1000匹を超える大紫が育てられていて、今羽化のピークを迎えています。大紫は。 蝶花の大きな鳥で、オスの羽は鮮やかな青紫色に彩られています。かつては日本全国で見られましたが、雑木林の減少などでその数を減らし、今では環境省レッドリストで準絶滅危惧種に指定されています。 羽化の様子はハウスの外からしか見ることができませんが昆虫館の温室にはおよそ100匹の大紫が放されておりさまざまな南国の蝶と美しさを競うように舞い踊っていますなお昆虫館では新型コロナ対策として検温やマスクの着用を呼びかけています